KNDB 秋冬ドラマ特集。チュ・サンウク主演の歴史超大作、朝鮮王朝の礎を築いた第三代王テジョンとなるイ・バンウォンの生涯を新たな視点で描く。実力派キャストとドラマの枠を超えたスケールで描かれるシーンの数々も必見。大迫力の正統派時代劇、テジョン・イ・バンウォン。チョン・イル少女時代ユリ共演。超リッチな財閥探偵と超視力を持つお金好きなヒロイン、そんな2人が事件解決のため手を組むことに。ポッサム運命を盗むで初共演を果たした2人が再びグッジョブ。売れないミュージシャンの叔父と心にトラウマを抱える小学生の甥、気の合わなかった2人をつないだのは音楽だった。主演は名脇役として数々のヒット作に出演するオ・ジョンセ。イギリスの人気ドラマを原作に、笑いと涙で温かい家族愛を描くアンクル。イムスヒャン、ソンフン、シンドンウク出演。純潔を守ると誓ったヒロインが婦人科の検診で誤って人工授精をされ妊娠。恋人と赤ちゃんの遺伝子上の父親との間で揺れる。ソンフンのコミカルな演技にも注目。純愛ラブコメディ、私たちは今日から。パクヘジン、アフタースクール7主演。母親の死の真相を探る男が次々と自分と同じ顔をした人間と出会い、大きな陰謀に巻き込まれていく。一人四役のパクヘジンが同じ顔を持つ4人の人物を巧みに演じ分ける、異色のミステリーヒューマンドラマ、ジェネシス・クローン人間。パクヒョンシク、ハンヒョジュ共演。新型の感染症が日常化した近未来、舞台は階層社会の縮図である大都市の新築マンション。封鎖された空間で感染症が拡大し凶暴化していく住人たち、生存のための死闘と緻密な心理戦が繰り広げられるサスペンスミステリー、ハピネス。詳しくは KNTV ホームページへ。